それで何が悪いのっていうあの <laughs> あのあのスタイルいやもう無双だなと思ってもうそういう大人になりたいで自分がやっぱり夢を叶えることで夢を見せれる人になりたいと思いましたカモ、うんうん、さんにすごい夢を見せていただいたなって感じててどんな辛い時もやっぱり最初はもうその言葉を発することで自分の「 内側にこう自分に言い聞かせてどん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 諦めずに進んでいったんだなってで今の鴨頭さんがあるんだなって、うん、あのやっぱりやっぱり今な永瀬さんだったり矢部崎さんだったり小川さんだったり鴨頭さんだったりっていうところをやっぱり見ていくとやっぱり思いだったりとか 一番つらいところを、それでも諦めずにこう進んで、来られたから今があるんだなっていうのをこう聞いてて、もうちょっと、もう最初からもう一人だけ、なんか泣きそうで、必死に来られてるところでした。そうですね。で、でもちょっとこう、あうん。すいません、っ初言葉になってないんですけど、いやもう、もう気悪いもの、 かなんてうでう、ね、あ叶ってる方が普通だよねっていうのを、これまあ、たった一日では叶えられないかもしれないって今、ちょっと常識で思っちゃってるところがありますが、かなって普通だよねっていうのに、どんどん自分をこう人をさせることで、そこはあのの乗り越えていけるんじゃないかっていうヒントを岡本さんがいただいたっていうふうに思っているんです。いい流れれを作ってくれましたね今日あの